よ、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい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 、はい、ナノブロックですね。ビッグベン、ビッグベンをね組み立ててまいりたいと思います。ナノブロックね、また今度は3月31日かな、いろいろ発売されますが、いろいろね面白そうなものが、はい、発売控えております。ナノブロック、今日はね、ロンドンにあるウェストミンスター宮殿に付属する時計台、学校でおなじみのチャイムはこの時計台の奏でるメロディーが元になっている。ほら、キンコンカンコンってやつですね。キンコンカンコンがこのビッグベンの、へえ、本当？まあいいや、組み立ててまいります。はい、5分ですよ。5分、難易度2です。時計の細かいの多いな。これ満タンになってきちゃった。満タンですね。あふれそうだ。うわー、これなんかドラクエとかのダンジョンみたいですね。うわー、めっちゃダンジョンみたいだ。イギリスは行ってみたいんですよ、本当にね。料理美味しくないらしいですけどね。まあ、フィッシュ&チップス食っときますわ。下品ですみません。食べておきますね。フィッシュ&チップス注文してね。お酢かけてね。モルトビネガーですか、ね、お酢かけてね。建物らしくはなってまいりましたね。あ、また同じようなことの繰り返しだ。地味な作業。建物はこういうのありますね。すごい繰り返しになるっていうね。同じような積み重ねを繰り返すっていうね。ここが時計になる。時計台ですね。ここがね。だいぶ建物らしくなってきてますね。クリアね。ここに入る。ここに入ります。さらに上行くか。これは時計の部分ですね。あ、すごいね。こう4面時計があるんですね。で、装飾、お庭というか、ここの辺ね。あ、これをこの上に。怖いよ、怖い。これでいいのか。よし。これでまあ、建物は完成しました。で、あとステッカー貼って、あとは完成を見ましょう。はい、完成しまして、ビッグベン、これはビッグベンですね。ビッグベン、ちょっとここ高すぎますね。収まりきらない。バスね、ロンドンバス、赤いね。これ2階建てじゃない。木々がね増えまして、バスと木々がね増えまして、時計のステッカーも貼りまして、はい、裏側こういう感じですね。こうてっぺんまで結構ね収めるのが、川かなんか流れてるんですか、池なんですかね、これね、どうなんですかね。そこら辺のビッグベンの周りの地理には詳しくありませんが、はい、こうまた写真撮りますけどね。これで撮りましょうかね。こう登場しました。バス、
まあまあまあいいや。ビッグベン。素晴らしいベン。あ、これ正面じゃなかった。正面こっちだ。これだったら割と寄りながらこう撮れますね。ちょっと斜め、ちょっとというかだいぶ斜めですけど。こうするとちょっと引かないとね、てっぺんまでいかないでしょ。これ。こういう感じでね。これ、ちょっと見づらいとは思いますが。これでちょっと回転しましょうか。もうほとんど横になっちゃってると思いますけど。ね。はい。ナノブック楽しいですね。また新しいものの発売楽しみですね。楽しそうなのがありました。はい。まあじゃ。